どうも、愛知です。ご無沙汰しております。10日間ぐらいですね、お休みいただいちゃいました。無事にですね、2人の息子、溶連菌とインフルエンザから回復しまして、今日から保育園にね、登園することができました。たくさんね、ご心配の声もいただいて、本当ありがとうございました。なかった。まあちょっと自分もね、まだ体調が全開してないので、まあ動画投稿いっぱいはできるかわからないんですけど、ぼちぼち再開していきますので、改めてよろしくお願いします。ということで、今回はですね、まあ受験がセンター試験も終わりまして、高校入試の方は私立入試も終わった方も多いと思います。で、まあそこが本命の方もいるかもしれないんですが、その後ですね、まあ2次だったりとか、高校入試だったら公立が本命という方、まあこれから本番を迎える方もいると思うんですが、それに向けて油断をせずに足元を救われない方法についてちょっと話していこうと思います。特にセンター試験が割とうまくいった方とか、まあ、高校入試で私立が受かった方ですよね。で、高校生は、まあ、今までいろんな生徒を教えてきて、高校生で油断することはね、ほぼないです。大丈夫だと思うんですけど、中学生です、危ないのが。なぜかっていうと、人生初受験の方が多いわけですよ。ってことは、その私立の合格が人生初合格なんですよね。で、もちろんまあ本命じゃないかもしれないんですが、やっぱ嬉しいもんです、合格っていうのは。で、嬉しいもんで、嬉しさに浸ることももちろん浸ってほしいとこなんですけど、思った以上にね、あれ？いけるんじゃねえかって思うんですよね。それが油断につながります。で、具体的にどういったところで判断できるかっていうと、じゃあ今までちょっと皆さん想像してください。勉強頑張ってきましたよね。で、じゃあ今日2時間3時間やった後にですよ、あとここの1ページやろっかなって思う瞬間あるじゃないですか。もうちょっと頑張ろっかなって時に頑張るのか、でも今日ここまでやったからいいんじゃねっていう、まあ、天使と悪魔じゃないですけどね、出てくるわけですよ。その時にですね、今までだったら、特に切羽詰まってる時だったら選んでました、頑張る方はきっとね。でもですね、いや大丈夫じゃねって思い始めると、このやらない方を選び始めるんですね。ただいつも言うように、勉強において、まあスポーツもそうですけど、休憩っていうのはめちゃくちゃ大事です。メリハリっていうのは本当に大事なので、全部が全部頑張る方を選ぶっていうのも違うんですよ。それは難しいバランスのところになるんですが、その選び出しますよね。休憩する方はやんない方を選び出すと、これね、そっちを選ぶ癖がつくんですよ。毎回そっちを選び始めます。でもそれによってめちゃくちゃ成績が下がるかって言ったら、そんなことないんですよ。あと受験本番まだ1ヶ月ぐらいですからね。だからそんな大きな差が生まれないんですけど、どこで影響が出るって、入試本番会場に着いたその辺から影響が出始めます。皆さん、私立入試の時緊張しましたか？まあ本命じゃないからっていう、その気が楽な部分もあるので、いや意外と大丈夫だったっていう方もいると思うんですけど、これが本命になるとですね、やっぱり緊張感はレベルが変わってきます。特に地域によっては公立がね、前期後期の2回チャンスがない一発勝負、まあ、関東でいうと埼玉県とかそうなんですけど、一発勝負だったりすると、ここを失敗したら終わりっていう感覚になるとですね、だいぶ緊張するんですね。で、会場に着いてからとか、前日の夜とか、その緊張感が高まってきた時に何を思い出すって、人はその頑張ってきた自分、その姿を思い出します。過去の姿をね、こういうことやってきたなみたいな思い出すんですけど、基本的にネガティブな方に行きます。そこでネガティブ、どういうことかっていうと、頑張ってなかった自分をフォーカスするんですよ。そこに注目を集めるんですね。だからサボってなかった人、本当に頑張ってきた人にしても、あーでもあの時頑張んなかったとか、あの時サボっちゃったからなみたいなことを思い出すんですよね。で、それってその試験本番の不安要素になるので、緊張感、変な緊張感というかが高まっちゃうんですよね。やっぱ入試本番ってとてもフラットな気持ち、もうやるしかないよねって開き直って、いいコンディションで臨めるかどうかって、すごい得点に差が出ます。あ、どうしよう、無理かも、落ちるかも、やだやだみたいな感じで、始まる前からあたふたしてたら実力なんか出せないんですよ。でも多くの方がそうなってしまうんですね。で、話を戻すと、さっきの2択ありましたよね。で、頑張らないというか、そのサボる方を選択し続けていくと、何を思い出すって、本番直前ね、何を思い出すかっていうと、この1ヶ月頑張ってなかったなって、あの時あんだけやってたのになんかすごいサボり出してたなって、もしかしてこんな私じゃ受からないんじゃないみたいなことを思い出すんですね。で、これがめちゃくちゃ邪魔になります。まあ結局言いたかったのはですね、今まで通り頑張っていこうって、ペースを乱さずに、
ペースアップするでもなく、ペースダウンするわけでもなく、今までのペースで最後まで走り抜こうってことが言いたかっただけなんですけど、ぜひですね、どっかで皆さんの中に慢心というか油断が出てきてる。で、それはきっと皆さん自身が一番分かってるはずです。なので、その油断とかの、まあそのね、天使の悪魔の部分に負けずに、ぜひ最後まで同じペースで走ってください。で、最後に途中でも話しましたけど、メリハリが大事です。頑張んなきゃいけない方もいると思います。うまくいかなかった方とかでね。でも、睡眠時間を削って頑張ろうとか、それは大きな間違いです。それは本番でマイナスの頑張り方をしちゃってるので、睡眠時間はちゃんと取るとか、あとは体調管理に気をつけるとか、その辺はしっかり守った上で、今までのペースでしっかり最後まで走って、やりきったって、入試終わった時に頑張ったって、マラソン完走したよって思えるように、あと1ヶ月ぐらいですかね、1ヶ月2ヶ月頑張ってもらえたらと思います。